ご土ち門天皇、ご土ち門天皇、1442年7月3日、かき2年5月25日から1500年10月21日、明王9年9月28日は、日本の第103代天皇、在位、1464年8月21日、干渉5年7月19日から1500年10月21日、明王9年9月28日。いみなわなりひふさひと。 生涯聖母である伊予局の出身身分が低く、当初は将来は出家させるつもりで父であるご花園天皇の実家である伏見宮家にて育てられていたが、ご花園天皇に他の男子が生まれなかったために、聖母を公家である大井見かど家の幼女ということにして、皇位継承者として定められた。 長六元年、1457年、12月19日に新納宣言、干渉5年、1464年、7月19日に御花園天皇の上位を受けて戦争、即位日は、干渉6年、1465年、12月27日。文明2年、1470年、まで御花園上皇による陰性が行われた。戦争後ほどなく王人の乱が起き、寺社や公家の館は焼け、朝廷の財源は枯渇して朝廷は衰微した。 乱を避けるため、足利義政の室町第20年の間避難生活を強いられた。避難生活中には、義政正室の日野富子に仕える上老の火山院金子と密通して王女を出産している、近永狂気、文明5年10月22日上。屋敷内での密通は本来であれば室町大の主人である義政や金子の主人である富子によって厳罰に処せられる行為であったが、その当事者の身分ゆえに天皇、金子ともに不問にされている。 また、その風刺との密通も噂されていた。さらに応仁の乱の最中にもかかわらず吉政がたびたび室町大で主演を開いていたとされているが、その主演には常に天皇が同席して一緒に飲酒しているありさまであった、近永京期文明3年11月25日、同4年4月に参日上、實高後期、文明4年4月2日上など。乱の終結後、朝廷の古来の儀式の復活に熱意を注ぐが、思うようにいかなかった。 それでも、元日、白馬、陶下の三節へは再考され、現在は国立歴史民族博物館に所蔵されている、節へ書役人控えは当時、後土三角天皇記、の節へに参列した公家たちの興名、を、名簿、である。名簿の政変に憤慨して一時は上位を決意するが、老身であるゴン大納権館路地地かの感想によって取りやめる、地かなが狂気、名簿2年4月23日上。 その背景には、朝廷に上位の儀式のため費用がなく、政変を起こした細川正元にその費用を借りるという自己矛盾に陥る事態を危惧したとも言われている。後土御門天皇は5回も上位しようとしたが、政権の正当性を付与するよう望んでいた足利将軍家に拒否された。明王9年9月28日、御所の黒土にて崩御。法三五59、葬儀の費用もなく、40日も御所に遺体が置かれたままだった。 このことはこの絵まさえによる、御奉公院記、の明王9年11月11日上に、今夜九州ご早々とう々。ぬん。猪国元、馬鹿、利金利より専有時に先行す、中略、京に至り奉行以降43日なり、各のごとき父、さらに戦記あるべからずか、か、と記されている。 一方で、平安時代に五一条天皇の法御を隠して五須作天皇への上位を行って以来、在位中の天皇の法御は近畿となったため、10月に五柏原天皇への上位による戦争を行った後に九州上皇としての葬儀を行ったとする解釈もある。 また、江戸時代に書かれた、続本町通願、には、霊宮在黒土40日余り、玉体不存、アーム死憂出、古来未造園、霊宮黒土にあること四十四日、玉体不存死、無死憂出死、古来未造と記されているが、同書以外にそのことを記した記録はない。奥野隆弘は論文、戦国時代の皇室後経済、1944年、の中に出生中に急死した足利義象の遺体が水銀による防腐措置が取られていた例を挙げて否定的な評価をした。 これに対して薬都市和は防府措置があっても43日間はあまりにも長く、鎌倉時代の四条天皇の棺が葬儀の遅延に伴う長期の放置によって、お骨巨僧の子の状態、平時、任時3年2月2日上、になったのと近い状態だったのではないかと推定している。なお、御土三角天皇の葬儀に関しては東防城和長が詳細な記録、冥王教時期、を残しているが、天皇の遺体の状態については記されていない。